構えを見せているのは5番ロイヤルアインザックの大野騎手が攻めていきます。13番マイネルハレオ、さらには15番のマロンクリスタル、内から2番のハラディラタン行為を固めます。その後に4番のルーラーキック、さらに17番耐性レーザー、これから1コーナーをカーブしていきます。6番のウスタンベルクは隊列のちょうど真ん中、前と内に馬を置いている形、1コーナーをカーブして2コーナーです。先頭5番のロイヤルアイザックでスペースを取っていない1番で、その後2番で13番のマイネルハレを並びかけていきます。その後ろ3番でですね、外から前に16番のベストランスが上がってきて、前後に並んでいくという状況です。あとは2番のパラディロさんと1番のマイネルハレを並んでいく、その後ろ3番インペリアルピズ、14番のメロディーオブラブ、先頭5番のロイヤルアイザック、差を忘れていって13番マイネルハレオ、16番のベストランス、前は3頭6頭で横に広がっていく形、4番の外で6番ミスターベルク一呼吸、残り600の標識に入ります。さあ600の標識を過ぎたところで直線コースにこれから向かうところ、ウスターベルク4番手外、前の争いですが、ロイヤルアイザックマイネルハレオベストランス広がっています。4番手外を一足進めるからウスターベルク、もう一つ争っていく、17番のハイスキーハッピー、横に広がった争い、どの馬が抜け出すか、13番のマイネルハレオ、内を救ってきたのが2番のパラディラタン、パラディラタン、外から17番耐性レーザー、さらには12番のホームオードリーム、12番のホームオードリーム、さらには17番の耐性レーザー、内側13番マイネルハレオ、間を突いての2番4番ルーラーキック、12番ホームオードリーム、ゴール2着17番耐性レーザー、さらに1番ルーラーキック3着、12番のホームオードリーム、関西からの遠征馬、ありがとうね、バウンダーイナー、外に進路を求めて抜けました。17番の耐性レーザーになって、その後4番のルーラーキック3着です。